はい、どうも関西くるくるクラブのコミです。さてね、本日はねタウンホール10ちょっとね1本見ていきたいというふうに思うんですけども、スーサイドラバルですね。私もねスーサイドって結構上級者の使う戦術なのかなというふうに思っていて、使ってるね人ってやっぱ上手い人限定だと思ってたんですけども、これね、ヤーモンさんが今回見せてくれたこの攻撃を見て、まあ、もちろんねヤーモンさんの非常に上手い方なんですけども、このいわゆるパターンっていうのがあるのかなっていうのにちょっと気がつきました。でね、そこさえ抑えれば、非常にね、使いやすい、かつ、配置を選べば刺さりやすい戦術かなと思うので、この点をね、今日はよく話をしていきたいというふうに思います。で、こんな感じですね。編成は、ロックボマー。で、そこに、ラバ3体プラスバルーンを今、これ3体かな?あった。思うんですけども、そんな感じの編成です。でまず序盤はね、この6時方面、ここのアチャクイがいるところ、ここをね、ロックボマーで一気に突っ込ませていって、でレイジからのフリーズでアチャクイの動きを止めつつ、ライドラのチェーンライトニングで一気に処理していくと、もう一発ですね。タウンホール10のレベルのアチャクイだったら、相手がレベル40であっても、レイジに乗っかったねチェーンライトニング、これでもう一発で処理できますんで、その後の、ソラパートの憂いをなくすことができますね。でこれね見てもらって分かる通り、アーチャークイーンがこれ逸れちゃってますね。これ完全に壁の中にこうアーチャークイーンを入れていって、この対空砲と、IT、 あとはあわよくばこの黒、エアスイーパー、こいつを追っていきたかったと思うんですけども、ちょっとねこの、8時9時、9時方面のカットが甘くてアーチャークイーンが流れてしまいましたが、まあ、一応対空砲1本かなと、あと相手の防衛援軍およびアーチャークイーンが、処理できていますね。でここで、出てきたバルーンも、きっちり、ポイズンで処理をして、でソラパートの始まりです。これはまあ当然修正パートになってますね。おそらくこの IT は残ってない計算だったと思うので、こいつが残っちゃったがために、このバルーンをねとラバーを7時方向からこう出す必要が出てきてしまってますね。ただ、そこさえ潰してしまえば、あとは、この、4時方面からぐーっとねと拡大しますけども、こんな形で L 字型、まあ、ほぼ I 字型ですね、これが出来上がってますので、あとはこの狭いルートにね、バルーンを集めていって一気に、ヘイストとレイジで回し切っていくという形ですね。これね、やっぱり重要なポイントっていうのは2つあって、1つは相手の防衛援軍およびアーチャークイーンっていうのをヒーロープラス、まあ、使えるのはせいぜいロックボマーとかそういう、突破兵器になってくると思うんですけど、これだけできちっと処理ができるということで、処理をしながらバルーン、ラバルをね、回すルートをしっかり作れること、この2点ですね。これが、できさえすれば、あとは残った防衛施設、多少対空砲があったりしても、ラバルを回し切ることができますね。ルートができているので、バルーンがばらけませんから、しっかりそこに合わせてヘイストとレイジを、まあ、特に高火力隊にレイジを打っていくということでやっていけばね、きっちり と、ラバとバルーンが、盾と攻めの役割を果たして最後まで行ってくれるということになりますね。で、見事ですが、もう一回ちょっとねこの攻め見てみたいというふうに思います。ちょっとまずね配置をこう俯瞰してもらいたいんですけど、これ配置がねくっきりと2つのゾーンに分かれてるの気がつきますか。まずこことゾーン、このゾーンですよね、とここに隙間がありますよね。この隙間があって、今度は、こちら、3時側のゾーンというふうに2つにこう分かれていってますので、要はねこの6時側のこう今ここ詰めてますこのゾーンっていうのを潰すことができれば、ふーっと拡大していくと、もう自然とバルーンのルートがこう見えてくるんですよね。そこをヤーモンさん、きっちり今回は狙っていきました。で今の序盤の入りもね結構ここが神経使うところなんですけども、まあ非常にうまくって、アーチャークイーンがね、まあ、それはしたものの、ちょっとこのサイドカットはね正直ババキンが先行してこっちを壊してくれたらなという気はしたんですけども、まあまあそれにしてもね最低限の仕事はまあできたという、むしろこの動画で分かったことは、インフェルノがマルチで2本、さらに対空砲が3本、エアスイーパーも2個、こんだけ残っていてもしっかりアーチャークイーンと防衛援軍が処理できていて、かつラバルを回すルート、このルートが整ってさえいれば全開まで持っていけるってことなんですよね。
これはね、すごいですね。やっぱり、ロックボマーが出てきたことによって、今まではこうタウンホールがね、外側にあったら、ヒーローパートに突破兵器を絡めるっていうのが難しかったんですけども、ロックボマーがこうね、どん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 壁を壊しながら中に入っていってくれると。で、中にいるライドラが、まあ、いわゆる赤根式のような形ですね。で、相手のアーチャークイーンだったり、防衛軍っていうのを、潰してくれると。このね、攻め方ができるようになったことによって、ツーサイドラバルの使いやすさっていうのがもう格段に上がった気がします。なので、あとはまあしっかりサイドカットをしながらね、ヒーローをあばよくばまあ壁の中にこう突っ込ませていけるなんてことができればね、そのボマーに合わせて、もうあとは、いい感じにね、中心部までこうえぐれて、残った外周角っていうのを、今みたいにね、こうラバルで回していくということができますよね。やっぱりね、ロックボマーを、使い込んだ、まあ、その中にライドラを入れながらの、スーサイドラバルっていうのがね、本当に、今みたいなこういう、配置にはね、刺さることが、今回あのヤーモンさんの本を見てよく分かりましたね。これはベース戦術の一つとして持っていてもいいかもしれませんね。あの非常にね、使いやすい、あのプランニングは結構レベル高いものがいるかもしれないですけど、プレイヤースキル的にはね、しっかり基本さえ抑えれば、使っていける、まあ、そんな戦術になったのかなというふうに思いますね。本当にこれは使いやすいと思いますね。さて、というところでね、ちょっとね、序盤だけもう一回見ていきましょうか。ここすごい大事なんで、多分このスーサイドって序盤でほぼ決まりますよね。まずここ、なんでね、ヘイストを先打ちしてバルーンを出したか。これね、ここのね、季節を、ベビドラで壊したかったんですよね。でもこのアシャ島がいるので、まず、こいつを潰すためにこうバルーン出しました。ただバルーン出せば援軍が釣れることが当然わかっているので、まずロックバンをボマーを出してからバルーンという順番ですね。さらに援軍が釣れてしまうと、ポイズンだけじゃさすがに心もとないですよね。なんで、しっかりフリーズで止めてから、ライドラのチェーンライトニングをレイジに乗っけて打っていくと。このね、呪文の使い方、これが非常に大事ですね。やっぱり援軍プラスアチャクイで対空砲も近くにあったら、さすがにライドラーがね、チェーン離す前にやられる可能性があるんで、そこはケアする必要がありますよね。これとっても大事ですね。で、ここで、アーチャークイーンとバーバリアンキングが、富士方面に回っていくと。回っていって、テスラ森があったんですが、これ逆にアシャクイが逸れて、もしかしたら良かったかもしれないですね。このテスラ森の方がもしかしたらこれ、この、相手の配置を攻めるには邪魔だったかもしれないですね。対空砲をしっかり2個壊して、防衛軍も、全部出し切ってね、潰す。その、一連の作業ができたところで、ソラパート開始ということになりますね。で、ソラパート、ちょっと中心的にその、要素というかね、重要なところを見ていきたいと思うんですけども、まずは、ルート作りです。これね、やっぱりルートがしっかりできてないと、ラバルってすごいね、回すのが難しくなるので、まず7時方面からここを潰してね、バルーンが振れないように、こっちの、今ね、ラバがいるこのゾーンに、バルーンが集まるルートを作りましたね。で、そこまでできたら、あと壁の中と壁の外っていう、こういうね、2つのルートが今、併存しているわけですよ。で、壁の外に流れちゃわないように、壁の外用を壊すバルーンと、中を壊すバルーン、しっかり分けてますよね。これすごい大事です。いくらね、ルートを作っても、きっちりとね、そのなんていうのかな、めちゃくちゃ狭いゾーンに、防衛施設が全部集まるっていうことは、まあない。まあないので、対空砲がね、あるのは、まあ、比較的壁の今回中でしたから、中を回す用と、外をカットして、バルーンを流さない用、このね、2つのバルーンの使い分け方っていうのもね、今別々にこう出してましたよね。っていうのは、まあ、7時から出したのは別にして、この4時方面から出したバルーンが主力で壁の中を潰すよ。そしてその2時方面から出したバルーンっていうのが、壁の外を潰すよという役割分担にね、使っていた。こういうね、あのバルーンの臨機応変な使い方っていうのは、タウンホール10でしっかり全開を取っていくにはね、非常に重要になりますんでね、前に言ったサージカルホグみたいな感じかな。これは覚えておくと非常にいいというふうに思いますね。はい、というところで、本日はね、このスーサイドラバル、ロックボマーを交えた、スーサイドラバルをお送りしました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。